はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の理科やっていきましょう。で、今回はね、今載ってる問題4問やりますので、まずここで一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。で、いつも通り画面下げていくんですが、まあ、実験絡みなので、まず実験確認していきます。で、まあ、映ってる。ちょっと指がね、アップになりますけど。まず実験1から。で、1番が、質量パーセント濃度が 5% の塩化ナトリウム水溶液を 20g 作りましたと。で、2番が、鉄粉と活性炭を1つのビーカーにとって混ぜた後、1で作った塩化ナトリウム水溶液を数滴垂らして、ガラス棒でよくかき混ぜたところ、温度が上がりましたと。で、実験2が、水酸化バリウム、塩化アンモニウムを1つのビーカーにとってガラス棒で混ぜたら温度下がったと。うん。もうちょっとね、理科嫌いな子はもう聞きたくないなって思うかもしんないけど。で、実験3が、薄い硫酸と、薄い水酸化バリウムを、まあ、20g ずつね、混ぜて、白く濁って、ビーカー内の物質の温度が 15.9 から 17.3 に上がりましたという実験でございます。ね。じゃあ行こうか。じゃあまず1番から行くんですが、ちょっと画面下げますね。お待ちください。よいしょ。行き過ぎた。これはいいかな？よし、じゃあ行きましょう。ちょっとね、この下にもろ板書書いてあるんで、ちょっと待って、消えちゃうから。よいしょ、だいぶ。あ、じゃあみんな見えないと思うんだけどね、一応貼っておきます。途中でずらしちゃうけどね。では行きましょう。一応上げとくか、この辺か。で、まず1番なんですが、実験1の1、まあ、最初ですね、質量パーセント濃度が書いてあるところの文章について、塩化ナトリウム水溶液 20g 中に溶けてる塩化ナトリウム何 g か答えなさいと、あ、求めなさいという問題です。まあ、問題文に質量パーセント濃度書いてありますので、まあ、それを使ってやっていこうと。で、まずここは中1の復習ですね。で、まあ、質量パーセント濃度覚え方があるので、まず覚えましょう。で、ここは、溶質とか、溶媒とか、溶液っていう言葉が出てくるんですが、まあ、もはやもう自分に、溶もつけないけどね、液分の質って覚えちゃうけど、まあ、今回はね、ちゃんと書いておきましょう。溶液分の、溶質かける100です。質量パーセント濃度。これ単位パーセントね。で、溶液分の溶質かける100でございます。で、今回の塩化ナトリウム水溶液ってありますよね。で、これはですね、ちょっと省略で書くよ。塩化ナトリウム、塩ナって書きます。塩ナと水を混ぜたら、塩化ナトリウム水溶液、ごめんね、塩ナ水で。ができるわけですよ。いいね。で、これのどれがそれぞれ溶質とか、まあ、今回ないけどね、溶媒とかに当たるかをまず覚えなきゃいけなくって、溶液っていうのはもう完成したものです。まあ、水溶液の液がついてるからそこで覚えてもらったらやりやすいと思うんですけど、塩化ナトリウム水溶液、こいつが溶液になります。完成したものね。で、溶質っていうのは物質の質で覚えてもらえるといいんだけど、塩化ナトリウム、こっちが溶質です。で、混ぜた時の液体ですね。で、今回ないですけど、溶媒。溶にこの媒の感じで溶媒と言うんですが、こうなります。それぞれ当たるところはね。だから、溶液っていうのは、まあ、溶質と溶媒混ぜたものなんだって、まあ、そこの数字だよね。で、溶質は今塩化ナトリウムになると。で、あとは公式に当てはめます。で、求めたいのは、まず、塩化ナトリウム何グラム混ぜましたかって聞かれてるので、ここを求めたい、今。だから、求めたいもの、数学みたいに文字使いましょう。X って置きます。いいね。で、塩化ナトリウム水溶液が 20g 作ったって言ってるから、塩化ナトリウム水溶液、ここが20になります。こういう感じ。で、それのパーセントが 5% でしたって言った。つまり、ここ 5% ね。こうでしたと。じゃあ、あと当てはめようぜっていう話。いいね。ここ5でしょ。溶液は20。溶質は X って分かってるので、5イコール20分の X かける100とこうなります。いいね。で、20と100まず約分しちゃいましょう。20で約分できるんで、こっち1と5になる。だからまとめると 5X イコール5になるんだよね。
で、両方5で割ってしまえば、X イコール1。つまり、混ぜた塩化ナトリウムは 1g。まあ、1.0g。自分 1.0 って書いちゃうけどね、まあ、1g にしとこうか。なんかね、この模範解答 1g になってたんで、え、なってたよね。ちょっと見ていいですか。そうですね、1g になってるね。まあ、解き方としてはこんな感じです。いいかな。まあ、質量パーセント濃度ね、習ったのが結構昔なんでね、パッて出されると結構うってなるんだよ。でも、公式さえ覚えておけば、質量パーセント濃度、ごめん、質量パーセント濃度ってそんなにひねくれた問題出てこないので、公式さえ押さえておけば解ける問題なんで、ぜひね、覚えておいてください。では、2番行きましょう。実験にですね、まあ、温度が下がったっていうやつ、水酸化バリウムと塩化アンモニウム混ぜてやったら温度下がりましたよってやつなんですけど、これについての文章で、温度が下がったのは、ほにゃららエネルギーが、化学エネルギーに変換されたほにゃらら反応であるからであると。で、まず、この温度が下がったやつの反応の名前、それが中2だったかなの名前ですね。これ行きましょう。これは熱を吸う反応、吸熱反応と言います。これ B の答えね。吸熱反応です。で、これの反対が、熱が出てくるのは発熱反応です。こっちの方が覚えやすいですね。発熱するってよく言うからね。これも覚えておいてください。だから実験1とか実験3で温度上がったやつ、これは発熱反応ですね。これね。で、何エネルギーが化学エネルギーに変わったかっていうと、これもともと熱エネルギーです。ここは中3の勉強かな？熱、これ A ね。熱エネルギーが固体になります。まあエネルギー、いろんなエネルギーがあるんですけど、まあ熱が発生する熱エネルギー、それを化学エネルギーに持っていってしまったので熱がなくなる。熱エネルギーが使われちゃったから熱が下がるっていう感じ。イメージとしては。だから吸熱反応と言います。だからもし発熱反応だったら逆ですね。化学エネルギーが発生して、それを熱エネルギーに変換したから熱エネルギーが増えるんで熱が上がるっていう、温度が上がるっていう感じ。いいかな。では3番、行きましょう。で、化学反応式でございます。実験3はですね、薄い硫酸、こっち薄い硫酸です。一応硫酸書いておこうか。ちょ、硫だけ書いておくね。薄い硫酸と、あともう一個は水酸化バリウム水溶液ですね。水酸化バリウム、ごめんね。水バレ。を混ぜましたと。で、その右側の矢印の右側を求めなさいって言ったときに、もちろん、例えば、酸化銀と何かとかいう、みんなが知ってる化学反応式だったら、覚えたまんま書きましょう。ね。だいたいそれで対応できるからさ、覚えてるやつだったらね。ただ、知らねえよと。こういう、やってねえよみたいなのが出てきたときに、やる方法があって、ちょっとずるいやり方にはなってしまうんですけど、例えば、これ、硫酸の方は H2SO4 です。これは H と S と O って考えるんではなくて、ここで切ります。ちょ、切っちゃうね。H2 と SO4 がくっついてるんだと思ってください。で、右も同じです。これは BA と O と H って考えるよりも、BA と OH、まあ、2ですね。括弧 OH2 がくっついてるんだと考えて、で、左と右になるじゃないですか。切った場合。ここだったら左、右。それの左と右をくっつける。右と左をくっつけるんです。ってやるといい。複雑な化学反応式は。だから、まずこっちじゃ右と左からいこうか。ここ。SO4 と BA をくっつけます。で、くっつけるときに、BA もともとこれ、BAOH2、括弧 OH2 のときに BA 前にありましたよね。だからこいつも前に来る。BA は後ろ来ないから。だから SO4BA じゃなくって、BASO4 になります。意外、BASO4 です。まあ、硫酸バリウムですね。で、残り、左と右をくっつける。で、H2 と、括弧 OH2 をくっつけるんですけど、これ、H2、括弧 OH2 じゃないです。そうじゃない。で、ここはちょっと頑張る。で、どう頑張るかっていうと、H2 っていうのは、まあ、水素ですけど、
まあ、H が2個あると。こういうことね。で、OH、カッコ OH2 っていうのは、カッコくっついてるんで、この OH、OH、O と H がくっついたもの、それが2個あるって意味なの。ちょっと、下がって君。こういう感じ。H2、H が2個と OH が2個です。で、これ、H と O がくっついてできるものってみんな知ってるはずなの。何かって H2O だよね。水です。いい ?H2O。で、今、H2O っていうのは、これ書いちゃっていい?まあ、H が2個と O が1個なわけですよ。で、組み合わせで使えば、今、ここがくっつけばさ、H2 個、O1 個でしょ。で、残りの、ここ、H2 個、O1 個で、H2O くっつけられますよね。つまり、今残ったやつをくっつけたら、ごめんよ。H2O が2個できましたと。ね。だから、H2O、ここで水ができるよなと思って、こう書いちゃうと×。なぜなら H2O2 個できるから、この反応式から足していくと。だから、ここに2をつけて、2H2O にして、これで答えになります。まあ、自分はよく化学反応式をパズルゲームとか数合わせゲームってよく言うんですけど、そう。だから、数を合わせなきゃいけないんで、BASO4 はくっつけるだけなの。数をいじんなくて平気。ただ、H2 と OH2 に関しては、まあ、カッコ OH2 に関しては、くっつけると H2O が2個できるから。だから、ちゃんと 2H2O にしてくださいねっていう。で、そこに至るまでは、切って、右、左分けた時に、右と左、左と右をくっつければ、こういう風に完成できますので、まあ、よかったら、これでね、やってみてください。で、4番です。で、今回はですね、まあ、これちょっといい問題だなと思って使ったんですけど、質量パーセント濃度もあるし、最後に熱量もあるんだよね。熱量も、中2で習いますけど、結構公式を忘れやすい。なぜなら、あんま出てこないから、他のやつより。でも、出てきた場合に、この公式使えないと結構ボロクソでやられるんだよね。そう、だからちょっと抑えてほしいなと思って今回取り上げました。で、実験さんでですね、まあ、さっきやった、このね、反応式のやつをやったときに、まあ、20g、20g 混ぜましたと。で、40g できますよね。で、その時に、温度上昇、つまり温度上がったって書いてあったから、温度上昇に使われた熱量何ジュールか求めなさい。まあ、小数第一を下誤入ですね。で、熱量の公式書いておきました。熱量はですね、電力×秒です。いい、ワットかける、秒ですね。で、覚えます。まずは。いい?で、電力っていうのは、アンペアかけるボルトね。電流かける電圧です。電力に関しては。まあ、これもね、復習してもらえたらと思うんですが、熱量はちょっと厄介で、この熱量の公式って何かっていうと、発生した熱量なんです。熱量で熱の量ね。そのまんま。圧っていうその量で、熱ですわ。の量で。で、例えば、あるもの。が、熱を発生させると。まあ、電気を通してね。その時に、発生した熱量、まあ、熱のエネルギーですわ。エネルギー量いくつですかって言ったら、この公式を使います。ただし、今回の問題、これ使えません。まあ、正しくは使えない。なぜなら電流とか書いてないからね。っていうのもあるんですけど、結局、温度上昇に使われた熱量って方ですよね。こうやって熱を発生させましたと。発生させたんだけど、それが、温度が上がるために全部使われるわけじゃないの。綺麗さっぱり。そうじゃない。だから、今回みたいに温度上昇に使われた熱量みたいな感じで聞かれたとき、まあ水が受け取った熱量とかっていう問題もありますけど、その場合使う公式が変わります。いいかな?さあ、前置きが長くなりましたが、これちょっとカッコにしておきますね。今回使わないので。じゃあ行きましょう。あ、今回の問題で、使う熱量なんですが、まず問題文に書いてある、物質 1g の温度を1度上げるのに必要な熱量 4.20 度と書いてあります。この数字まず使います。 4.2 これは 1g を1度上げるのに必要な熱量ですね。 4.2 覚えておきましょう。で、それかけるグラムがきます。今回 40g 使ってるので、まあグラムですね。 40g かける上昇した温度です。で、今回は 15.9 から 17.3 まで上がりましたと。ね、実験に書いてあったので、これ 1.4 度上がってます。1.4 度。
まあ、公式って言い方していいかわからないけど、こうやって求めます。噛んだ、求めます。いい ?4.2 枚1度、1グラムを1度上げるのに、必要な熱量かけるグラム数かける温度上昇です。上昇した温度。で、これを計算していくと、ちょっとここやろうか。これ10かければ42かける4だから、168かける 1.4。お待ちください。間違ったよ。32か。235.2 でさっきやった時合ってたかな。大丈夫だね。オッケーオッケー。ということで、これは 235.2 となりました。で、問題文にあるように、小数第1、こいつ四捨五入して整数で答えろ。2は切り捨てなので、だから結局答えに書くときは、235ジュールですね。これが答えになります。いいかな?ぜひね、熱量の問題、ちょっとややこしいところになりますけど、ちょっともう一回最後説明してもいい?長くなるかな?あーもう長いね、長いね、ずっとサクッと言いますわ。今回の実験違いますけど、水がありますと。で、こうやって電熱線こうやって置いてさ、ここに電流流したら、その電流に、あ、電流はね、電熱線が電流受け取ると熱が発生する。そのおかげで水の温度上がってきますよね。で、この電熱線が発生させる熱量、こいつが熱を発生させた熱量って言ったらこっちなの。イメージとしては。でも、じゃあ水が受け取った温度上昇に使ったエネルギー、熱量はいくつですかって言われたらこっちになります。全部受け取ってるわけじゃないから。いいかな。だから今回に関しては温度上昇に使われた熱量を聞かれてるのでこっちで求めてみてください。では今回はね、この4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。